待ちくたびれたぞミリアム。これほどのシャドウを集めたな。ええ、私はあなたとの約束のためにここに来たわ。約束？やっぱり忘れてしまったのね。私たちは誓い合ったのよ。 もし自分の意思に反して力に飲み込まれた時は互いに相手を止めると。ふん、笑わせ。俺のやっていることは自分の意思に反していると。そうよ、船であなたに会った時 一瞬私の知ってるジーベルに戻ったわ。もういい、交渉決裂だ。ええ、今から私が解放してあげるわ。
俺に従っていれば。待ちくたびれたぞ、ミリアム。これほどのシャドウを集めてな。ええ、私はあなたとの約束のためにここに来た。約束？やっぱり忘れてしまったのね。もし自分の意志に反して力に飲み込まれた時は、互いに相手を止めると。笑わせる。俺がやっていることが自分の意志に反しているとでも？そうよ。船であなたに会ったとき、一瞬私の知ってるジーベルに戻ったわ。もういい。交渉決裂だ。止めたいなら力ずくで止めるんだ。ええ、今から私は解放してあげるわ。俺に従っていれば。
オガエスの書はいただいた。そうはさせん。ミリアムか。久しぶりだな。やっと私の知ってるジーベルに戻った。ありがとう。約束を果たしてくれたんだな。嘘でしょ。どうして結晶がこんなに早く。いいんだ、俺はもう助からない。だがこの城をこのままには。私が何とかする。だから助からないなんて言わないで。最後に君の顔を見られて本当によかった。ジーベル、ジーベル。残念だよジーベル。それじゃそろそろ行くわ。もういいのかい。ええ、新しい約束ができたからね。行かない。そうだね。この城を消し去るには絶対にロガエスの書が必要なはずだ。まずはアルフレッドを探してみるわ。グレモリーもアルフレッドを追いかけているはずだ。もしかするとグレモリーの痕跡を探す方が早いかもしれない。グレモリー、月か。探してみるわ。
ロガエスの書。どうかしたの？奪われた。待たせたな、お前の弟子を。何が起きた？師匠、なんでこんなことに。残月、礼を言おう。ヨハネス、お前に頼みたいことがある。こんな時に。わかった。ミリアム、ちょっと話がある。わかった。ねえ、アルフレッドは敵じゃなかったの？実はお前と戦った後、俺はドミニクがしきりに戦わせたがっている錬金術師と話すことにした。話してみて、俺の懸念が当たっていたことが分かった。懸念って？結論として、ドミニクが俺たちを操って何かを企んでいると判断した。え？何言ってるの？本当にロガエスの書を確保したいのなら、お前と共闘し先にジーベルを倒せばよかっただけだ。それなら戦力を分断してアルフレッドを追わせていたことにそもそも疑問があった。現に奴は我々の邪魔はしていない。ちょっと待って、彼は私の邪魔をしているわ。それは若干の誤解がある。奴はどうしてもお前をこの城から引き離したかっただけだ。なぜ？理由がわからない。それはお前が唯一の最適合者だからだ。最適合者？結晶を移植された人間の中でお前が最も悪魔の力を使えるということだ。だからこそここでお前が利用されることを恐れたのだ。だったらどうして本当のことを？ドミニクを信用しているお前たちに本当のことを話しても簡単には信じまい。それにお前のことだ。信じたとして引き下がるとは思えんしな。それは企んでるって一体何を？それは分からん。本人に直接聞くしかあるまい。ミリアム、師匠が呼んでる。ミリアム、戦いに巻き込んですまない。全て私の責任だ。辛い思いをさせて本当にすまなかった。死ぬ覚悟でここに来た。ならばその死を無駄にせぬためにも、悲しむのは全てを終えてからだ。そうね。話は済んでいるな。ああ。
僕のやるべきことを全て聞いた。ならば即行動だ。まずはグレモリーだ。奴はこの先にいるが、亜空間を使いどこにでも移動できる。また逃げられる可能性があるわね。俺にはそれを封じる術がある。普段の奴なら通用せんが、奴は俺が残月刀を持たぬことを知っているがゆえの油断がある。その隙をつく。まず俺が先に行く。頃合いを見て後から来てくれ。僕の出番はロガエスの書を取り戻してからだ。情けないけど君だけが頼りだ。だけど無理だけはしないでくれ。わかったわ。じゃあ僕は一旦戻る。Thank you.
掛けに応じよ。Thank you.
Impact!
Thank you.
なかなか持ってるじゃないか。どうぞ。Yeah.
Yep.
一発応じよ。
呼びかけに応じよ。